どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、今回なんですけども、吉祥寺にありますスパゲッティのパンチョ吉祥寺店さんに来ております。こちらにはですね、まあ、その名の通りスパゲッティ屋さんなんですけれども、こちらにもですね、なんかこう辛いメニューがあると聞いて、今回来たんですけども、そのメニュー名がですね、ド M ナポリタンということで、なんとも変態的なメニューだなと今回もやってきたなと。期間限定メニューでちょっと終わっちゃったメニューなんですけれども、なんとですね、今回ちょっとあの特別に作っていただくことになりまして、で一応ですね、この動画、見てですね、まあのもしド M ナポリタン食べたいよといった方に関しては、吉祥寺店さんに限り、事前に、お電話いただければ予約ですね、このド M ナポリタン食べられるということで、ぜひねこの動画を参考にして、挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、いつものようにですね、行った人の感想を見ていきましょう。スパゲッティのパンチョの激辛はシャレにならないくらい辛いっすよ。なるほど。シャレにならないぐらいと。なんかね、このド M ナポリタン以外にもですね、以前にですね、なんか結構激辛メニューみたいなのをやってたらしいんですけど、多分そういうこと言ってるんじゃないかなと思います。そして2人目、ド M ナポ大盛り 600g。 すごい、 600g なんだ。中本の北極並みに辛いです。あらまあ、これ池袋店ですね。はい、まあ期間限定でやってるらしいですけども、あの蒙古タンメン中本北極並みに辛いということで、結構辛そうですね。早速食レポしていきます。レッツゴー。入ってきたんですけれども、いろいろありますね、メニュー表。ナポリタンとミートソーススパゲッティ、あと白、まあ一応ミートソーススパゲッティとナポリタンが、主なメニューを占めてますね。いろんな様々な、種類が分かれてますけども、非常にこれ普通の量でも結構波で 400g ありますから、結構食べ応えのあるメニューかなと思います。ものすごい真っ赤っ。おめでとうございます。いただきます。さあ、ド M ナポリお手並み拝見です。お手柔らかにお願いします。いきましょう。ビリッとした辛みがありますけど、唐辛子のビリッとしたこう辛みがあります。このナポリタンのソースが非常に濃厚、体の内側から温まる、体感温度がね2度ぐらい上がった、それぐらいの辛さが、うま辛い。あーソーセージも美味しいな、これ美味しいな。唇の中が、あの、鞭でバチバチに殴られるような、そんなプ、あの、SP みたいな。確かにこれド M じゃないと食べれないですよ。結構これ、ちょっとピリピリしてます。ソーセージとの相性抜群なの、これ。ここだな。量もね、これ並盛りで結構なボリュームありますし、辛さもこのね、口の中をムチで打たれてるような感覚、ド M にはたまりませんね。
これ美味しいな。普通のナポリタンよりこっちの辛いナポリタンの方が好きですね。今まで食べたナポリタンの中で一番好きかも。量がものすごい、結構いい、たまりません。3分の2ほど食べ終えたところでいきましょう。おいからタイム。さあ今回はですね、こちらの卓上調味料タバスコいきましょうか。スプーン1杯分ぐらいにしましょう。こちらの今回は、はい、タバスコはちょっと酸味が強いですからね、あんまかけすぎるとちょっと素材が味のあれが、でしょ、このタバスコのついたスプーン、これが強いね、やっぱタバスコ。分かってて舐めちゃうところもね、もう生粋のド M ですよ。それではこのタバスコスープ1杯分、おいからしてどれぐらいの辛さ、アップしたらいきましょう。酸味の方が気になりますね。もうある程度辛さがいくと、もう十分このドMナポリタンのデフォルトバージョンで十分辛い。もうタバスコまでかけちゃうともう超ドMになりますね。超がついちゃう。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。スパゲッティのパンチョ吉祥寺店さんのドMナポリタン辛さレベル、じゃん、辛さレベル 6.5 です。タバスコをかける前のドMナポリタンデフォルトの状態で6で、タバスコをかけて 0.5 増しの 6.5 という判定でございます。まあね、もう辛さはね、もう言うまでもなくね、この汗が物語っております。本当にこの滝のように本当に汗をかく、まさにこのドMナポリタンに、マジでしごかれた感じ、体中の水分が飛んでいくような感じです。まあ本当にもう味もさるから、もう量も本当ね、これ並盛りだったんですけど、並盛りに 400g ですから、本当にこれ男性向けでも並でも結構食べ応えのある、普通のお店の大盛りぐらいかな、多分並盛りが。ここに今日食べたねドMナポリタン以外にも、さまざまなナポリタン、辛くないナポリタン、ミートソースありますので、ぜひ、いろんなね、このナポリタン挑戦してみたいとはでしょうか。一応ね、冒頭にも申しました通り、こちらのドMナポリタンはですね、まあ、吉祥寺店限定で、もし食べたい方は、事前にお電話して予約していただくと、一応食べられるということになってますので、ぜひ、激辛マニアの方、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければ、よろしくお願いします。あとゲッカルブログも、あとはサブチャンネルもね、更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。サブチャンネルね、動画上がってますんで、はい、それではまたお会いしましょう。またね。